はい、えー、どうもねあの1週間ほど前からちょっと急にね肩が痛み始めてちょっとした筋肉痛か寝違いかなと思ったんですけどもどうやらこの1週間を通じて振り返ってみるに50肩が50になって早速来たみたみいです、まあ、正確に言うとね50肩っていうのは昔40肩とも言われていたんですけども40代くらいから始まることはあるみたいですねだから40代50代では一度必ずこれになるんではないかなっていうぐらいのことを思っておいた方がいいのかなと今は 考えておりますねでどうせ四十肩になったんだったら四十肩五十肩になった時のねまあ悩み痛みっていうのをコンテンツにしてちょっとねショート動画でまとめてみようかなと思ったら結構ねこれがね受けてるみたいなんでえ毎日5つぐらいその四十肩五十肩に関わる動画をちょっと出していこうかなっていう気がしてるんですけどもこれもね痛みが引くと多分やる意欲なくなると思うんですよ。ということでねどんなことでも だだろろががマイナスだろうが全部資産化するるためにを使ってるってことでございます、はいえ。そして FX のことなんですけども介入ありましたよねうん介入があるぞあるぞと分かっていてもいつあるのか分からないんでほんの23時間目を話した隙いや20分30分目を話した隙にタイミングをロスっちゃうってこともありますですから私は思うんですけどもこういった材料を当てにするんじゃなくてテクニカルっていうのはいつでも使えますんでテクニカルを使って利益を積み上げていくことの方が本業だってことなんですよ だたまたまね介入に出会ってそこでね大きな利益を上げたってのは別に再現性がないわけですよだって20年ぶりとか30年ぶりに介入ってするわけですから私たちがトレーダー人生を送ってる間に一度出会えるかどうかなんですよね与沢翼さんっていうね大物トレーダーの方80億ぐらいの資産を作った方も言われてますけども前回介入があった時は私はまだ小学生だったって言ってるんですよですから介入とかね為替っていう概念が20代でもまだね 耳ににに入るるのに早いって思ってて思ところにだから生涯初なんですよね大物トレーダーのヨザー翼さんでも今回の介入っていうのはで私は前回も介入は経験してるんですけどもあの FX をそれほどまで強くやってたわけじゃないんであ民主党がなんかやったのかなぐらいのもんなんですよ当時は77円ドル対円で77円から現在150円とかでしょなんか世の中変わったもんだなと思うわけですよ、はいまあ、肩につきましては ほっといていいみたいなんでほっときます <laughs> でこの痛みとうまく付き合って痛みがあるうちはコンテンツを作る意欲が湧いてくると思うんでどんなこともね自分のプラスにできるようにしていこうかなってことですまあ、FX はあの調子のいい時も悪い時もあるんですけども今は基礎を積み上げるところでございます最後にメールの方でねかかあの書いていらっしゃいましたけどもうんやっぱ専門用語でやり取りできるとあ理解度が進んでるんだなっていう風に私も理解できますんで、うんえー、そのようにね 見ることによって専門用語で見ることによって専門用語でやり取りできるとまあその舞台に乗ったかなっていうところでございますね。引き続き頑張ってください。それでは